はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の刺繍シリーズの第18弾をお送りします。で、今回も受験問題使ってるんですが11問ありますので、まずはここでね、一回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますのでお待ちください。よいしょ。おっ、行き過ぎた。これかな。よし、じゃあやっていきましょう。で、問題はね、いつも通りツイッターにも画像貼ってありますので、使うようだったらぜひね、チェックしてみてください。では行くよ。あ、でね、一応3分13秒で自分はやりました。で、今回はですね、まあ、問題数多いんですけど、本当にこう、すげえ難しいっていうのは入ってなくって、まあ、基礎がね、集まってる、いい問題って言い方あれですけど、ね、っていう感じになってます。じゃあ、まず最初はもうね、よく出てくる引き算と割り算、まあ、もしくはね、掛け算が入ってたりもしますけど、割り算先にやってねっていうタイプです。で、まあ、これもね、マイナス9、ここ、マイナス9割る3をやる人と、9割る3割かれると思うんですけど、まあ、どっちでも構わないです。で、自分はマイナス9まで含めて、マイナス9割る3がマイナス3なんだよね。だから、15-3になるので、答えが12と。まあ、計算の順序、気をつけてねってやつです。で、次は分数の掛け算です。まあ、掛け算なので、これもう4と2が、こうやって、約分できるから、こうやって約分すると。で、他はもう残ってないので、下が7214、上が 1×3 で、3でこれで終了です。さあ、ガンガン行きましょう。で、今回珍しいですよね。こう、計算やって計算やって、また普通の計算に戻るっていう、そう、不思議なちょっと流れになってるんですが、これ引き算と足し算なので、まあ、どっからやってもいいです。まあ、普通に前から行きましょうか。マイナス5、マイナス5引く3がマイナス8ですよね。で、マイナス8、プラス7なんで、まあ、マイナス1と。こういう感じで OK です。で、次はまあ、カッコの前にね、数字がくっついてるやつなんですけど、で、大体の場合が、今までの刺繍シリーズもそうですけど、ここにも数字があったりするんですよね。2がついてたり、あとはマイナスがついてたり。することが多いんですが、カッコの前に何もついてないときは、もうカッコ外しちゃっていいです、そのまま。つまり、中身を、3x、よいしょ、マイナス 2y って取り出しちゃって OK。で、もちろん普段だったら、なんてことも思わないと思うんですよ。普通にみんな計算したりすると思うんですけど、受験のあの緊張感になったときに、あれって、カッコの前に数字ついてねえのどうすんだっけってなったりするんですよ。本当に不思議な落とし穴にはまるんだよね。受験時っていうのは。だからまあ一応ね、サイドになりますけど、最初の括弧、数字がついてなかったら普通に外せばいいんだよねっていうのを確認しておいてください。で、こっちはプラス5がついてるんで、5をこうやって配ってあげる。そうすると、プラス 5x で5を掛け算で配るから、マイナス 20y。さあ、入るか。x 同士計算すると 8x で、y を計算するとマイナス22、ちょっとごめんね、 22y とこうなります。これ後で書いておきます。問題、いや後で書き忘れっから書こう先に。よいしょ、ここ10番ね。よいしょ、失礼。で、次、連立方程式ですね。まあこれどっち、xy どっち揃えてもいいと思うんですけど、まあ、は、上にかけた方が、下に3かけちゃうとね、マイナス18でちょっと大きくなるので、まあ上に2をかけて y を揃えましょうか。なので上の式に2をかけます。ちょっとここでサボりますね。2をかけるんで、6x2y4 に変わります。で、y 消したいんで引き算すると、5x イコール、あれなんか間違った俺。あ、いいんだ。なんでもない。引き算するとプラス変わるんだよね。10になると。で、両辺5で割ると、ここでいいか。x イコール2になります。ちょ、かけなくてごめんね。で、この2っていうのを、まあ、上の元々の式でもいいし、下の式に入れれば、下に入れようか。x に2を入れれば、2プラス 2y イコールマイナス6。今、下の式の、ここね。
X2 を入れました。で、あとはこれこっち持ってくるとマイナス8になる。で、2で割れば Y イコールマイナス4で終了です。で、いつも言うように連立方程式に関してはこの答えを元々の2つの式に代入して左辺と右辺が答えが一致するか、例えば下の式に入れると X2 プラス2かける、ここマイナス4を入れるよね、こうやって、でイコールマイナス6ってなります。で、ここを計算するとこれがマイナス8、2-8 だからマイナス6、左辺と右辺がちゃんと一致したと。で、今ちょっとやらないですけど、上の元々の式もそれをやる。で、両方とも一致したら絶対その答えは合ってるので、ね、受験の時に合ってるかどうか確かめられる問題なんでね、大して多くないんでね。まあ、時間に余裕があればってとこにはなりますけど、ね、ぜひやってみてください。で、次、ルートの計算です。でもこれも掛け算と足し算両方入ってるんで、掛け算先にやってください。で、まあ、ルート15とルート6なんで、かけても90なんですよね。まあ、90だったら大丈夫だよっていう方は、そのまま攻めてください。こう90。ここね。で、プラスルート10になります。で、間違ってもこれ足してルート100とかしないでくださいね。これダメだよ。で、ルートに関しては、まあ、計算した後に、ほにゃららルート、ほにゃららに直せないかなっていうチェックをします。例えばこれ。90。まあ普段ね、あんまりここまで大きいのを使わないと思うんですけど、これ 9×10 なんだよね、90。で、9っていうのが3の2乗です。ってことは、これ3が出てくるから、3ルート10になります。で、後ろはルート10。ルートの中身が揃ったら足し算することができるので、答えは、4ルート10と、こうなります。で、今回これに関してなんですけど、まあ、ルート90がちょっと大きいなって思う方とか、あとはですね、例えば、あれか、いくつしようかな。35とかでいいか。もしだよ、35かける、まあ、よく出てくるのはこの数字かな。35と21。これを計算しなさいと。で、これをね、やった後に、じゃあこれ、マイナスルート7みたいな。これみんなだったらどうやります？これ。で、今と同じように考えると、35×21 を計算して、計算してから、ほにゃららルート、ほにゃららに直しに行きたくなるんですよ。でも、もう想像つくじゃん。これかけたらすごい数字になっちゃうのが。で、時にちょっと使う小技があって、これね、35も21も、ほにゃららルート、ほにゃららには直せないんですけど、これそれぞれ何かけてるかなって考えます。そうすると、35って7535なんですよ。21って 7×3 なわけですよ。そうすると、ここをかけたときに、ちょっと不思議な書き方しますよ。こうなるのと同じですよね。これが35で、これが21なんだから。で、見たらわかるように、7が2個揃ったわけですよ。ってことは、これは7の2乗なので、あ、これ間違っちゃった、ごめん。ここルート15だ。ごめんね。で、これを7が2乗になるから、7が出てくる。で、5315が残るから、この部分はこうなるんです。大きい数字を計算しなくても簡単に出すことができる、こうやって。で、今ちょっと問題作り間違ったんだけど。で、こうなれば、こうなるよ、みたいな。ふうにできます。で、なんでこれを言ったかっていうと、じゃあさっきも、一応それは使うことができる。で、どう使うかっていうと、15が、3515。で、6が3、2が6でしょ。で、全部かける。こうやってね。って考えたら、3が2個あるから3が出てくるんで、3。5と2が残るから、ルート10っていう。で、ここを使わなくても、この部分でここまで一気に飛ぶこともできます。まあ、受験の時に、すごいルートの中身がでかくなるっていうのはあんまり出てこないんですけど、まあ、もしね、出てきた時に、こういう風な技を使うと、まあ、計算ミスも、減りますし、時間短縮もできるので、まあ、頭の片隅でも置いといてください。ね、話しすぎるっていう。じゃあ7番行きましょう。で、これは因数分解だけなので、だから公式で行きましょう。
かけてマイナス63、足してマイナス2の数字のコンビを探すと。で、63だからまあ、屈指だよね。9と7。を使うと。で、マイナス2にしたいから、こっちをマイナスにして、こっちをプラスにすれば、かけてマイナス63、足してマイナス2になるので、これで終了です。因数分解しなさいだからこれね。もし、ここにイコール0、ちょっとカッコつけるね。この二次方程式を解きなさいだったら、これじゃなくって、x は9とマイナス7が答えになります。これ答え方、気をつけてください。よし。じゃあこれですね。で、まぁ、x 二乗に係数くっついてるんで、ほぼほぼ解の公式でしょうと。で、やっていくと、これが a、これが b、これが c ね。2a 分のだから 2×2 で4分のマイナス b プラスマイナス b の2乗だから81マイナス 4ac だからマイナス 4×2×8 です。だからマイナス60になります。こうやって。で、ルートの中身きれいにすると4分のマイナス9、プラスマイナス、ルート、17か。で、ルート17って、ほにゃららルート、ほにゃららに直せないので、これが答えになります。で、ちょっと順番ね、変な感じするけど、今度、右上行きます。9番。で、これは L と M が平行です。まあ、平行は見て分かりやすいんで、いっか。で、AB イコール BC。ここと、ここが同じ。で、BCD、ここが42度。の時に、BAC、ここか。まあ、ここ求めたいっていう感じです。で、まあ、平行って言ってくれてるので、ほぼほぼ錯覚とか同位角を使う。まあ、ほぼ錯覚ですけどね、受験時使うのは。で、いつもね、自分が言うように、錯覚っていうのは錯覚の Z、もしくは錯覚の逆 Z って言い方をするんですけど、今回ここを使いたいと。だから、ここに Z がありますね。錯覚の Z って言い方をよくそれ俺が言うんですよ。あの学校で言っちゃダメだよ。恥ずかしいからね。で、これは、Z 作った時の尖ったここの角度が同じになります。これが錯覚なんでね。42度。いいかな？で、次どうするかっていうと、今、ごめんよ。ここ。この三角形。二等辺三角形なんですよ。二等辺三角形。ってことは、ここも X なんですよね。二等辺三角形の下の角は同じになるからさ。ってことは、42と X2 個足したら全部で180度になります。まあ、そう考えなくてもいいんですけどね。以上、計算をするんだったら、42と X が2つ。で、180度と。で、解いていくと、138だから、X イコール69度か。で、これが答えになります。で、角度の問題はアプローチの仕方はいろいろあるので、この全く同じ解き方で、解き方じゃなきゃダメってわけではないんで、まあ、一個のやり方として見といてください。さあ、あと2問。で、次が、どうしようかな。色的には赤青のが区別しやすそうだよね。ちょっと色順番じゃなくなるけど許してください。次赤でいきますね。で、反比例って書いてくれてて、グラフがありますと、表があると。で、A 求めるんですけど、反比例って言われた時に、まあ大体の子が Y イコール X 分の A。これはまあピンとくる子が多いと思います。で、ぜひですね、反比例の方はもう一個、これとセットで、A イコール XY も覚えといてください。まあこれはこれに両辺に X をかけて持ってきただけなんですけど。で、これ何かっていうと、これ実は小学校の時に習ってて、反比例表がありますよね。時に、X と Y をかけたものが一致と一定なんです、ずっと。つまり、ここをかけたものと、ここをかけたものと、ここをかけたものは全部同じなんです。反比例はね。つまり、ここ、マイナス18でしょ、かけたら。マイナス18になってるでしょ。じゃあ、これ、なんだったらマイナス18になるかなって考えると、A の部分はマイナス3ですよねっていう。これで終了です。うん、簡単にやるんだったらね。ち
ちゃんと元も例えば3とマイナス6を使って、ここね、x が3、y がマイナス6をじゃあ入れるじゃないですか。そうすると、a イコールマイナス18、ごめん、マイナス18出てくるんですよ。そうするとね、じゃあ a がマイナス18だから、この反比例の式は、y イコール、マイナス x 分の18だってわかります。で、x が6の時 y がわかんないから、ここに6を代入して、こうなる、約分したらマイナス3じゃん、OK みたいな。これがちゃんとしたルートなの、本当は。ルートのね、やり方なんですけど。でも、反比例っていうのは表が出てきた時は、縦のセットをかけたものが一定なのね。だからそれを使うと、かなり時間短縮できますので、使ってみてください。反比例の時だけね。一定なのは。かけて一定なのはね。で、最後、11番、確率ですね。A の袋に1、2、3、B の袋に1から5が入ってて、1枚ずつ取り出します。2枚のカードを書いてある数の積、かけたものが奇数になる確率を求めなさい。もう書きましょう。樹形図ね。左側 A の袋、1取り出し、取り出します。で、B の袋は、まあ、この組み合わせですよね。で、A の袋から2を取り出すときも同じです。1、2、3、4、5。で、A の袋から3を入る？あ、ギリ入りそう。取り出すときも、1、2、3、4、5。つまり、この15パターンしかありません、全部で。で、その中で、かけて奇数になるもの。これは奇数っていうのは、奇数同士をかけないと奇数にならないんですよ。どっちかが偶数。例えば、3×3 って9だから奇数なんですけど、片方に偶数持ってきちゃったら絶対偶数になります。3、2が6とかね。もちろん偶数同士。4、4、16とかも偶数になっちゃいますけど。だから、あとは奇数同士を探す。1と1、1と3、1と5。ここはもう2を使ってるから絶対ダメです。で、3、1が3、サザン学、3、5、15っていう、この6箇所しかない。で、全部で15箇所。で、OK なのが6箇所。で、約分絶対忘れないようにして、3で割って5分の2。これで終了と、ギリだったね、なります。では、今回は、高校受験対策の獅子シリーズの第18弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続き、まあ、獅子シリーズだとか、他の単元もね、取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。